回はおでんにぴったりの小木のセレクト商品の紹介とおでん作りのポイントをお伝えします。小木のセレクトのさつま揚げは厳選した良質な魚肉すり身を使用。おでんに入れると良いお出汁が出ておすすめです。ごぼう巻き、イカ巻き、チーズ巻き、うずら包みは魚肉のすり身と中身の具材のバランスにこだわった一品です。三角こんにゃくはアク抜きいらずでカット済みなので、そのまますぐに調理でき時短になります。味の染みにくい具材から順番に入れていきます。練り物は仕上がり15分前に入れると出汁も程よく出て食感もよく仕上がります。煮すぎてしまうと練り物の味がなくなってしまうので要注意です。約45分煮たら完成です。おでんのつゆの代わりに小木のセレクトプレミアムの贅沢なあわびだしめんつゆを入れると味わいの深い仕上がりになります。めんつゆ1袋 230g に対して水を約 1.5 倍の350ml 程度入れて希釈すると、おでんのつゆとしても使えます。ぜひ一度荻野のおでん種でお試しください。